皆さんこんにちは。主役の小町だぞ。今回は画像を見たらわかる通り、交流戦を行いました。企画してくださった方、そして参加してくださった方々、本当にありがとうございます。ということで今回はレアシャバトルを担当します。出場車両は画面の通りでございます。私が初めて見る車両ばっかりですねう。ということでこのチャンネル初めての、交流戦バトル、実況していきたいと思います。皆様、よろしくお願いします。それでは1戦目、さあ記念すべき1戦目、どのような展開が見れるのでしょうか。さあ京葉線を筆頭にどんどん入場してきます。おっと早速あずさが荒ぶる。エノッチ一発で耐えましたね。塩風さんもちょっと怪しそう。今回は4連クロスレールが、何やか車両にとっては地獄そのものと言えそうですね。さあそんな偏見をぶっちゃけてみましたが、今のところ何の動きもなさそうですと思ったらここで大吉が入場。これで電車入場できましたね。大吉さん早速潮風さんを倒す。そしてまさかの自爆。予想の5400倍不安定でした。おっと大吉さんに続きあずさも脱落。いつの間にか三郎も脱落しましたね。めっちゃ今更なんですが、レア車バトルは通勤電車が多い感じでしょうか。やっぱ通勤電車はいろんな鉄道会社が作っているので形式がめちゃめちゃ多い分レアな車両も比較的多い気がしますね。さあそんなことを話していたら水穂と583系が脱落。一気に残り5両になりました。あと5両になったと思ったら束の間すぐに新たな箇所で衝突が発生。本山線と京葉線が脱線。さあここに LSE が接近してきますが大丈夫でしょうか。なんかイメージカラーが赤色の車両が多い気が。大阪王京成さん以外赤色なんて何も起こらないんかい。これは711系が近づくまで倍速と思ったら動き出す。京葉線が脱落しましたね。そして残りの2両は仲間割れ。残りの2両は通勤電車が残りましたね。そしてここからが長い。2両になったからか決着まで時間がかかっていますね。さあここで倍速終了ですが、おっとここで711系が攻撃を食らい転倒。それを京成さんが運んで決着。行く戦には京成3点型の勝利です。では2戦目行ってみましょう。もしかしてこのグループはイメージカラーが赤色の車両が強い様子でしょうか。なんかあずさの動きが怪しいぞ。あっと自爆した。でも自爆した場所がクロスレールじゃなくてカーブなんですよね。なんか段差でもあったのかな。583系脱落。あずさが脱落する前に倒されてしまいましたね。おっと万端線と京葉線が衝突。万端線が脱落し、京葉線は脱線してしまいましたね。そしてここでやっとあずさが倒れる。さあ目まぐるしく進んでいた展開もここで途絶えた様子でしょうか。大吉さん進んでくれ。大吉さんが入場口に引っかかり脱線。これはもう後ろから他の車両で押してもらうしかなさそうですね。この調子だと711系がぶつかりそうでしょうか。大吉まさかの入場口で引っかかり、711系と共に脱落。さあ走っている車両は水穂と京成さんですね。あと京葉線が脱線して止まっちゃっています。さて倍速もここで終了。京葉線に京成さんが衝突しそうですね。これは京葉線が橋脚に引っかかっちゃってる感じですね。おっとここで京成さんが京葉線を倒す。さあ最終的に残ったのは変わらず京成さんと水穂ですね。ここから結構長かったのでちょっとカットしちゃいます。さあカット完了しましたね。おっとちょっと京成さんがつまずくが立て直す。ちょっとさすがに2連勝は難しそう。思っていたら違う場所で水穂さんが倒される。2戦目も京成さん全型の勝利です。強いですね。さあ早くもラストでございます。さあ記念すべき1回目の交流戦の動画、ラストはどの車両で幕を閉じるのか見どころですね。あっと早速あずさが転倒。そこにどんどん車両たちが詰まっていっちゃってますね。さあ万端線と潮風さんの2両が脱落。次のターゲットは LSE でしょうか。それとも2連勝している京成さんだったり。おっとターゲットを決める前にここでやられてしまった。そして LSE も道連れで脱落。合計で4両脱落しましたね。さあ残り6両になりました。まだ2連勝している京成さんがコースに残っていますね。おっと水穂が転倒。ラストは比較的展開早めのようですね。
やはり前半でたくさん脱落したからでしょうか。さあここで4番の大吉が入って電車入場。おっと電車入場した瞬間に水穂脱落。まあ転倒していたのでしょうがないですね。問題の大吉さんは他の車両に押しのけられそのまま転落。なんか結構相次いで衝突しますね。711系と583系の国鉄同士が衝突。711系は脱落しましたが、583系はどうでしょうか。脱落してる感じがしますけど、まだギリギリレールから離れてないかもしれないんですよね。とりあえず583系の手前側を通る車両を待ってみます。さあちょっとだけカットしました。583系には京葉線が接近していますね。しかし通った結果何も起きない。ということで583系は脱落ですね。残りはこの2両になりました。というかまた京成線が残っている。日立線の車両たち強すぎじゃないですか。さあラストはこんな強い2両が残りましたね。ここからもとても熱い展開が見られそうです。現在2連勝中の京成線か、それとも3戦目は京葉線か、どちらが勝利するのでしょうか。あれ何かとおらんか。さすがに2両になると結構時間かかるようになりますね。長すぎるのでここは倍速を使わせていただきます。さあバトルを始めて4分経過。ここでお邪魔車両を投入します。おっと京葉線が M700 系に接近していますね。なんと衝突し転落。ということで3戦目も京成3戦型が勝利をかざしました。ということで今回の交流戦はここまででございます。交流戦に参加してくださった皆様、改めてありがとうございました。他に参加してくださった方々のチャンネルも概要欄に貼りますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。